はい、こんにちは、ハルカツです。2024年5月の9日、時間はね、14時58分です。で、この動画はね、今見てくださってる方は、夜9時半頃に見てらっしゃると思うんですけども、インスタグラムの方で、ある動画がちょっとおすすめに上がってきたんです。で、その動画を見たときにですね、これはちょっと私の方でも拡散しなければいけない。私を知ってる視聴者の方含め、もっと多くの方々にね、この動画を届けたいなと思ってですね、その動画を上げられた方のにですね、DM を送りました。はい。で、DM を送りましたらですね、快く周知してほしいっていうような返信が来ましたので、その動画もね、今お見せしたいなと思います。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、こういった動画です。といった動画です。ご覧の通りですね、石川県の、能登半島地震のですね、今の状況をですね、動画でお伝えしてくださってるんですが、これを上げられたですね、アカウントは、こちらの方です。はい、見えますかね。熊のお家というですね、ケーキ屋さんなのかな。石川県、輪島市にあるのかな、ケーキ屋さん、ね、可愛らしい、ケーキがたくさんありますよね。ふんわりもっちりパンにロールケーキ、可愛いクッキーや焼き菓子もたくさん揃えていますということで、石川県輪島にある、このケーキ屋さんが、ある方からこの動画をね、さっきお見せした動画を提供いただいてですね、お見せしているっていうような動画でも、すでにですね、この156万回もこの動画回っているんですよね。で、これ私見た時に、これ自分の、プラットフォームでやっぱりこれ拡散しなきゃいけないなと思ったんです、見た時に。で、この熊のおうちさんにですね、 DM をしました。はい。どんな DM をしたかというとですね、初めまして、フォロー外から失礼します。で、今フォローはさせてもらっているんですけど、倒壊した建物を映した動画拝見しました。よろしければ動画をお借りして、一人でも多くの方にお伝えしたいのですが、許可いただけませんでしょうかという DM を送りましたところですね、大丈夫です。私に動画を譲ってくださった方も、輪島の現状を知ってもらいたいと言ってました。よろしくお願いします。という返事が来たんですね。で、よかったです。ありがとうございます。動画の本家元は SNS 上にございますでしょうか。1分以上あれば喜びますということで、1分以上のね、元動画をね、手配してくださってですね、私に送ってくださいました。動画のお送りをいただきありがとうございます。こちらの動画をお借りして、少しでも現状を知っていただけるよう努めます。大変な状況ではあると思いますが、皆様のご健康とご多幸を願っていますっていうような返信をさせていただいて、今既読いただいてですね、終わっているんですけど、なぜ1分以上っていうかとですね、TikTok の方は1分以上の動画っていうのが結構優遇されるっていうのもありますし、TikTok の方でも拡散したいし、今このね、YouTube の動画を見ている方々にも拡散したいという思いから、1分以上の動画がね、あれば送っていただきたいというお願いをさせていただいてました。で、皆さん、今、今年のね、令和6年の元旦に起きた、能登半島地震のニュースって、ほとんど聞かなくないですか、今。今聞かなくなってますよね。その時は、やっぱり皆さん、大きく騒ぎ出すし、いろんなね、こういう有事の時には、いろんなそのテレビとか、新聞、ラジオ、いろんなところでわーってなるんだけども、ある程度落ち着いたらというか、メディアがね、その辺のさじ加減を、やっぱりこう、どっかで終わらせてしまうんですよね。で、ただ、その現状ね、そこにいらっしゃる方々っていうのは、まだまだ、まだまだっていう気持ちで、本当に大変な思いをしながらまだ生活をされてらっしゃるわけなんですよね。で、私も実際にその現場には行ってないわけです。
だからなんかこう見え張って大きなことも言えないし、自慢するようなことも全然ないんですけど、苦しみながら生活をされている、明日が不安でね、怖いなと思いながら生活を強いられている方々ってたくさんいるんだなっていうのが、この動画を見てやっぱりより鮮明にね伝わってきたんですよね。だから自分の力でももっともっとこの石川県で起きた地震っていうものがまだまだたくさんの方々にね知ってほしいし、大変な思いをされているっていうことを、まあ、忘れないでね一緒に生活していけたらなと思うんですよね。石川県に行く機会があれば私も行きたいなと思っています。今回は、まあ、さっきの動画をねお見せして、より一層皆さんがねもっと温かい気持ちで、輪島市に住んでいらっしゃる方ですとか、石川県に住んでいらっしゃって今もなお不安な毎日をね過ごされている方々に、少しでもちょっと優しい言葉をね、かけてあげれるような、まだまだねあの地震の影響で、まあ状況的にもね人間的にもまだまだ大変だよということを私は今日伝えたかったです。近々ですね、まあ、さっきの動画を TikTok の方でもアップしたいなと思っています。この動画もね見られた方もどうぞ拡散をしてもらえたらなと思います。あと私この T シャツを着ているのはですね、これ MISIA さんの T シャツなんです。まあ、グッズなんですけど、2年前だったかな、MISIA さんの、ライブに行きました。でこの T シャツをね、購入して、まあ、たまにね着てはいるんですけど、 MISIA さんも能登半島にね行って竹出しとかね歌も歌っていただいてて、すごくその地元の方々にね元気とか勇気とか、まあ、生きる希望とか少しでも寄り添うような行動をしてくださってますよね。だからその MISIA さんとかのねそういう思いも、私がこう T シャツを着ることで皆さんにねより伝えることができたらなと思ったんで、今日は着させていただきました。そういう意味でも、今年の元旦はですね、実は私繰り返しになりますけども、名古屋にいたんですね。名古屋に、名古屋の神社、熱田神宮だったかな、熱田神宮にいました。でちょうど神社にいてお守りを買っている時だったんですよね、あの大きな地震があったのは。で震源地が、まあ、能登半島沖だということで、かなりね名古屋もめちゃくちゃ揺れたんですよね。かなりの街中ではあったんですけど、そこは名古屋もかなり揺れてびっくりしましたね。だからあの時の状況っていうのを私も少しは感じているわけです。だからねその石川県の方々や、まあ、最寄りのね影響のあった他県の方々も含め、元のね生活にね戻れる、それだけでいいと思うんです。周りの皆さんがね忘れてはいないと思うんですけども、優しい言葉で優しい気持ちでエールを送って、いられたらいいなと思いました。以上です。